にちは。すごいお昼の時間、めっちゃお昼の時間にやっちゃった。よいしょ。やっほー。今日はレッスンが朝の早くからあって、でこの後またレッスンあるんですけど、時間が空くので配信をしようと思って珍しくお昼につけてみました。ね、ひなもなかなかお昼に時間取れることないからさ、こうやって配信してみようと思ってしてみちゃった。やっほー。そう、今日メイクしてないんだよね。そう、朝からだったし、レッスンだけだから。そう、レッスン自体はね、2人しか受けてなく、2人でやってて、そう、18期は誰もいなかった、私だけ。みんな今のお昼何してますか？仕事？仕事抜け出し、わあ、ありがとう。仕事サボってます。ダメじゃない。ちょっと髪の毛跳ねちゃった。こんにちは。知ってるふり？すごい、昼なのにめっちゃコメントしてくれてありがとう。全然来れないかな、みんな来れないかなと思ったけど、すごい来てくれる。授業中？すごっ。あー、先生悪い人いますっていう人いるよね、たまに。午後休みの人もいるんだ。ひなはご飯、お味噌汁飲んできたね。画面だけ見てるのかもね、授業中だったら、もしかしたら。ハラン、アニャン。ね、みんなすごいありがとう、嬉しい。なかなかね、こんな時間にできることないから、来てくれるなんて嬉しいよ、ありがとう。え、声聞こえてる？マスクだけど、なんか暗いね、オレンジ、この光がオレンジだから。何歌おっかな。あ、てかすごいさ、なんかレッスン着でこんな風に配信するの初めてだから、いつもさめっちゃちゃんとメイクしてやってるから不思議だね。よいしょ、今は一人です。一人ぼっちの夜、声出るかな、ちょっと入れてみよう。なんでも可愛いで、優しい。蝶々、そこリメミとお揃いだよ。蝶々大好きなんだ。お、音でかい。これ音どうですか？みんなが、あ、うるさい。これぐらい？どう？ちょっと音に関してわかんないからさ、みんな教えて、どれぐらいがいいとか、小さくとか大きくとか。小学校の野外授業で覗いた天体望遠鏡、いくつかの星座送信へと一緒に名前を覚えたよ。春夏秋冬めくれば星空も変わるけど、いつまでも動かない宇宙のへそがあるって聞いたんだ。だからいつでも名乗り立ちを自分の目印にして、これから海を越えた舵切ったらって、誰かが頭の中に地図を持っているんだ。青春の暗闇を抜け出すそのために、
ちゃ歌いにくいんやけど。難しいね、ラップみたい。人は臆病すぎて恐る恐る生きる手探りしながら、それでも時々ふと何かにつまずき転んでしまうよ。もっと上手に歩けば怪我することもないのに、勘だけで歩き続け同じところはぐるぐる回ってる。当たり前のように時が過ぎ景色も変わるものだけど、大人になる途中で自分の道に希望を持つだろう。その時にそう誰かに相談するよりも、西空を見上げれば答えが見つかる。僕が立ち止まったり、君がしゃがみ込んだり、恋は平坦じゃなく茨の道、教えてくれ苦情の マスク苦しい。イエーイ、パチパチ、ありがとうございます。君と僕のポールスター、カラオケで初めて歌ったかも。ポールスター入ってるんだね。もう、あ、くまさんありがとう、あっくんさんありがとう、玉竜さんありがとう。ポールスターは北極星って意味かな。なんかさ、このね、ポールスター話したっけな、もうなんかどんな話してどんな話をしてないのかが覚えてないんだけど、下谷さんもくまありがとう。あのなんだっけ、そう、2番の歌詞がさ、あのね、2番の歌詞、私の歌ってる歌詞が、もっと上手に歩けば怪我することもないのに、勘だけで歩き続け同じところをぐるぐる回ってるって歌ってるんだけど、なんかさ、ちょうどその時レコーディングの時にさ、なんか怪我して私思うように動けなかった時だったから、なんかみんなにもめっちゃコヒだね、この歌詞めっちゃコヒだねって言われたし、自分にもめっちゃ刺さりまくって、その話をあのレコーディングしてくださってるスタッフさんにお話しして、秋元先生にお伝えしてくださったみたいで、そう、めちゃくちゃこの歌詞が刺さってって話をしてたら、秋元先生に伝えとくねって言われて伝えていただいたエピソードが実はあります。君と僕のポールスターでは。そう、届いてるか分かんないけど、ありがとうって帰ってきたって言ってたはずです。
もうね、泣きそうになりながら歌った気がする。めっちゃ2番の歌詞、サビとかも2番がめっちゃ好きなんですよ私。いい歌詞ですのでぜひ聴いてみてね。え、マスク取っていいかな。でもさ、めっちゃすっぴんなんだよね。ちょっと怖いね。なかなかお会いしたことはないんですよ実は。そう、あば、ちょっと耳がかゆい、耳たぶがかゆいね。ひなもポールスターやるときいつも泣きそうになるんだよね。なんかみんなの顔見たら泣きそうになる。ああ特にアズ、アズとさ話し、アズと目が合ったときに泣きそうになります。なんか歌えるかな、歌ったことない。ラップむずいよね。ラップこんにちは。すごいグリーンフラッシュ個人的にめっちゃ好きで、できて嬉しかったな。卒コン、柏木さんの卒コンてか最近乾燥がやばすぎて喉がカレカレです。すごい乾燥してない最近。気のせい、絶対気のせいじゃない。ひなの喉が乾燥してるから。強くなる夕暮れが夜に変わる前に。18期とのカラオケめっちゃいろんなの歌ったよ。花粉ね、私あれなんですよ、寒暖差アレルギーだからめっちゃね最近やばい。乾燥プラスくしゃみが止まりません。こんにちは。みんなは大丈夫ですか最近。沖縄、青春ガールズ懐かしい、もん最近だけどやったの。沖縄公演だったよね。だってもう帰ってきてるかなみんな。ヘナも沖縄行ったことあります。沖縄でシュノーケリング、洞窟までシュノーケルした、記憶があります。
修学旅行じゃない、普通に旅行で、そう、家族でシュノーケリングした。その後の船で凍えすぎてうわーって震えてたらしい。私全然覚えてないけど、全然覚えてないんです私。歌えるか分かんないけど一番歌ってみよう。そう、小さい頃じゃないかな。すごい、さっきからあれミラーボールとかあれがなんか横目で見えてたような気がする。差し出したさよならを手のひらで包んでくれた優しさが脈を打って歌ですね。あ、また入れてた。好きなんですよ、泣きながら微笑んで。北海道民、北海道民修学旅行は京都、大阪、奈良行きました。喉がやばい。ドミノ男子の波、心に打ち寄せる思い出の砂浜は真夏の時計、海の家のテラス、去年と同じ空、情熱の太陽が孤独を照りつける。僕にいた恋人たち、儚い恋と知らずに、体を寄せるけど愛しき誤算、ギラギラギラ焼けた小麦色の肌に水着の跡、あの恋の後遺症忘れられない、今はピンキリング、ずっと外さないよ、もう
マジで好きです、涙の湘南。マジでやりたかった。いや湘南だからさ、横浜でやれると思ったら全然やれなかった。カートの髪、大人になったふり、繰り返す波の音、切ない胸騒ぎ。あなたとこの浜辺で遊んだウェイクボードが、記憶の片隅で砂に埋もれる。キラキラキラ光る眩しい、嬉しい、行きたい。もう二度と会えないのね、涙の湘南。マジでやりたい、いつかやりたいです。さん、そらさん、私、もう一人誰だ、誰だろう、迷いどころやな。えりこさん、そらさん、私、迷っちゃう。こんなイントロ。さよならが言えないよ、強がって吠えた、涙の名前が激するカラオケ、むず、さえちゃん、さえちゃん愛そう。最後の I'm not afraid to die.
どうだっけ。できました。もう今ただ練やってないからね。なんかやってないのが不思議だね。めっちゃ不思議。初見です。だってヤッホー、こんにちは。緩い坂道の
までのつもりです。レッスンがまたあるので、今2時25分。え？何これ？タワー？ありがとう。佐久山チョコ二郎、ありがとう。どんな名前やねん。ありがとう。ありがとう。詰まってんやけど、うん、オレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねてるみたい。電話くらいできなかったの、あなたが憎たらしい。ずっと待ってたの、仕事が忙しいことだって私にだって分かっているけど、一人きりのアスファルトは足音が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる、泣きたくなるほど。でもこれはなあれなんだよな、柏木さんの声だからいいっていうところはある。
構経っちゃったよね、あの一番最後から。よこじの仕業ふん歌上手、嬉しい、ありがとう。懐かしい、懐かしいな、ヒーさんその時いたな。どうせよこれ TikTok で出してるやつ。日暮らしが泣いてる場所、あなたありがとう、みんなこんなお昼の時間にひなのカラオケなんて聞いてくれちゃって。冷蔵庫に入れてたラムレーズンがないわ、半分だけ残して食べるつもりだった。Thank you.
かが頼るなよってデリカシーのないあなたなんか知ってしまいなさい。気づいた時でハモリしかわかんない。めっちゃ次々と歌ってるけどみんなついていけてますか？大丈夫？これでカラオケ配信ってこういうものだよね。きっとそうだよね。何入れたんだい？あ、めっちゃ MV だ。金木星香る頃この道をそう歩くのが好きだ。どこか幸せな日々続くわけじゃない。ちょっとへこむ日だってやってくるよ。人は誰でもそう
ありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ好きなだけ歌おう。今日はなかなかねカラオケ配信できる時間ないから、歌えるときに歌えるだけ歌っちゃいましょう。パチパチパチ、ありがとう。ありがとう。めっちゃすごい、初訪問みたいな、初めての人がいっぱい来てくれる。君の背中の翼が折れて夢はあけなく終わる、この手を伸ばしても愛は跡形もなくさよなら。真珠より悲しげな君の眼差しは僕の中の孤独を見抜いていたね。誰も埋められなかった胸の隙間には深い絶望だけが見え隠れした。空を飛ぶも懐かしいですね。福岡公園。はじめまして。はじめまして。懐かしい。新しいチャイム。懐かしい。歌えるかな。歌えないかも。もしかしたら。お金取れるレベルの話。そんな。そんなそんな。声良すぎ。嬉しい。ありがとう。ピューハスなりたい。ひなもなりたい。え、マジで。自分の歌わりしか覚えてない。よりもかなり早く学校に着いた朝は教室の窓を開けて空と話そうか、好きな人ができたんだ、たったそれだけのことなのに、この胸はなぜこんなに僕はそうだろう、気がするがあまり覚えてはいませんでした。初見です。だってはじめまして、成田小日奈です。私小指立たないんですよ、ゆいちゃんの虚言なんでね。あれはちなみに Hey what's up、 なす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 、Coming home
中が似合う女と呼ばれてたなんて、だってあの頃はまだ似てるにシュシュ、声なんかかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実ももうなりすぎしてしまう。心も体も委ねて踊ろう。君のルマルマルマを追いはざるも嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば信じられるから、恋のルマルマルマをルマはずさ、ただの噂だろう。分かっていても気になるんだ、好きになったら。でもハモルマルマって高いよね、今思った。うわ、なんかさ、カラオケ配信ってさ、あの秋元さんのさやつなら許されてるんだけどさ、アイズワンさんの日本の曲ってギリアウト、どう思う？ビビベさん、クマさん、ありがとう。50分までの予定だったけど、どうしよう、3時までやろうかな。3時何分とか。上ギリセーフ、本当？アウトじゃない？どう？どうな、どうなん？どう思いますか？リズン歌ってないね。セーフ？セーフと言うしかない。ってことはアウトなんじゃない？どう？それでアウトだったらさ、ちょっと嫌だな。どう思う？皆さんの客観的な意見。あいさん微妙だよね。そうだよね。それでなんか言われたら嫌だからな。バンされる？バンされたら嫌だわ、さすがに。あのあれとか、なんでかな、あなた近づくと何をしていたって気配を感じるの。あれ一応秋元さんだけど、どう思いますか？きっとダメだよね。お疲れ様です。ちょっとやめとこうね、怖いから。マネージャーさん今いないんだよね。そう、全然。そう、必然性はさ、 AKBなんていうの、ちゃんと入ってるからさ、あれだけど、アイズワンさんはもうアイズワンさんやから。挑戦してた？お代理さん、え、どうだった？ダメそうだった？どうだったんだろう。アカペラ、アカペラか、慌てて止めてた。そっか、さすがにあれか。ちょっと怖いね。じゃあ歌いたいな、歌いたかったな。ダメなんか。難しいよね、権利系マジで怖いから。歌って怖い。失礼、ありがとう。ワンフレーズ。なんでかな、あなたが近づくと何をしていたって気配を感じるの。そう、ハートのアンテナがピピピって空気のその変化マッチするみたい。自分でも気づかない。
恋の予感後でびっくりしないようにちゃんとアラート鳴らしてくれるよ大丈夫か後ろからゆっくりと鳴らしてくれるよ続いてるよね怖いよー怒られたらみんなのせいにしようみんながさ、歌いたい歌が出てこないんだよな、さっきから。チャンスの順番。チャンスの順番やったな。じゃんけん大会。私、スイカ来たな。なんか、1年半って意外といろんなことやってきてて、すごい。自分でもびっくりしちゃう。こんにちは。すごい。お昼からなのにすごいいっぱい来てくれる。ちょっとみんなが忘れてるであろうこの曲。もうみんな忘れたでしょっていう曲。
しかやってないのこれ。その時のコンサートぐらいしか。悲しい。クラブの壁に立っていたって花の命は儚いんだよ。なんだっけ。その羽広げ蝶になって羽ばたくように踊り浮かそう。こんなんだっけ。合ってるかな。あのさ、そう。の次の研究生楽曲だけど披露されてなさすぎじゃない、あの夏の防波堤に比べて。なんでなんこれって、なんでなん。なんでなんレッスン着、これこのまんま。ドゥージャダンスかわいそすぎん。大阪のさ、大阪のさあれ何やったっけ、大阪のなんだっけ、ユニット大阪何やったっけ、この涙やったっけ、それが大阪だっけ。ジッパじゃないよ。どう考えても違う。目そり上だけちょわちょわよ。こんにちは。もうさ、ユニットやりすぎてもう何がなんだか分かんない。アゲハチョウはいつだ。ジッパー似合うか、似合わないと思うんだけど、ジッパーっぽくない顔が。いつかの入ったのがめっちゃすごいおーって自分の中でねなった。最近韓国で流行ってるなんかミームみたいなやつで、あの面白い歌があるんだけど、歌ってみてもいい。歌詞ちょっと合ってるか分かんないけど、あのね、韓国、え、もし韓国の方が見てらっしゃったら分かるかもしれないんだけど、なんだっけな、エスパのカリナちゃんが歌ってたんだけど、くごあせを
揺れ太い犬早こいルームキュラキミタちゃんと外出のせありおこハワイアピザカラダイソバズロチョ手が溶けられ気がめきぎそすぎた売りやパンギョンソソヨオーデラチスケゴっていう歌なんだけど、これさめっちゃさめっちゃいい歌のように聞こえるじゃん。最初のさキュレキュキュレ太い犬早こいルームキュラ君だがさ、あのみかんについてる白いやつはアルベトですみたいな、アルなんだかですみたいな歌詞なんだよこれ。めっちゃいい歌に聞こえて言ってることマジでおもろい。キュラキチャートガイスのセアリオコはあの雪見大福はもともと3つでみたいな。セアリオコハワイアンピザヌはカナダで作られましたハワイアンピザカナダイソマンドゥロッチョチェが溶けられ気がめきぎさすみだは私があの卵をめちゃくちゃ上手に作れますみたいな。さすみだウリアパンギョンソソヨ私のお父さんはメガネを買いましたメガネをつけましたみたいな。今日の朝ヨモギを摘んできました。こんな歌詞なんです。めっちゃいい歌詞のように聞こえてめっちゃおもろい。最近流行ってる韓国でカリナちゃんがリムジンサービスで歌ってました。めっちゃいい歌なんやけどね。リズムとかめっちゃ好きなの。この最近めっちゃ歌っちゃってます。クゴアセヨっていう歌なのかな、それ知ってますかっていう歌。クゴアセヨカリナちゃんの歌声がめっちゃ良くて。キュレブトイヌハヤコイルムキュラキミダ、でした。ってことでもう3時なのでリムジンサービスめっオンチョンチョアやなね。ターボーイスリムジンサービス見てます。歌ってて笑っちゃわないいい歌、いい歌詞は違うな、いいメロディーだなと思いながら歌ってるいい歌詞は嘘だよね完全に根がリムジンサービスの根がオンチョンウマギチョアハニカあれでしょ。私が音楽をとても好きなのでリムジンサービスっていうコンテンツよく見てます。大好きです。トンチキソング、そう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 。みかんについてる白いのはなんとかって言います。雪見大福もともとミーツ字が多い。雪見大福は蜜でハワイアンピザはカナダで作られたよこうやって歌ってるのだって日本語だった。私は卵をめっちゃうまく作れるよ、お父さんメガネつけたよ今日の朝よもぎ取ってきました。どう、いい歌でしょ面白いよねこういうの。めっちゃアルベドみたいな、そうそうそう、そんな感じのやつ。白いのにも名前があるんですね。私が好きなアイスはパルムです。パルムはチョコを全部剥がしてから食べるのが好きです。普通のカラオケ歌いた。なんかすごい初訪問めっちゃ来てくださるんですけど、カラオケ配信あれなのかな、人気っていうか見てくれる人多いのかな。そうパルムの食べ方変ってこの間言われた。
めっちゃすごい、いっぱい来てくれる。ひなにしか見えてないのか。こんにちは。乃木坂さんとか歌っていいんだもんね。時間帯、この時間って見やすいの。え、そう、パルムめっちゃすぐ溶けちゃうんだよね。パルムのあのまず最初にこうパルムがあったとしたら、横全部取って表裏取ってアイス食べます。そう、坂道さんとかは歌って OK だった気がする。でもあんまりこううまく歌えないんだよきっと。やっぱじゃあずっと歌ってずっと歌ってる歌じゃないから慣れてないのが。ただえ違う、チョコがついてたっていうバニラアイスが美味しいの。ね、あのねレッスンが4時からだから、まあ、それまでは一応空いてはいるんだけどっていう感じかな。でもここ撮ってるのが3時半までだから半までしかできない。やるとしたら、ね、こんにちは。確かに2人セゾンめっちゃむずいんだよな。これもむずい絶対にむずい。歌ったことないよ、大丈夫かな。むずいですね。歌うまい、嬉しい、ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとう。懐かしい。
つもやっぱ歌い慣れてないとむずいな。むずいです。ありがとうね、みんな聞いてくれて嬉しいよ。ありがとう。アーパトゥアパトゥアーパトゥアパトゥ。中西アルノさんセンターの曲。歌えるかな、歌ったことない、あるか。バス停の古いベンチ、変わらない静かな海、太陽と防波堤影が動く。なぜに君だけがここにいないのだろう。どこからか聞こえてきた。この歌めっちゃ好きなんだよね。あのさざ波が寄せては返すようにの音程とかが好きです。ですじゃあ30分までやろうかな。めっちゃ私も中学生の時欅坂さんとかめっちゃハマってた気がする。あれの推しです。お、同じや。もう歌大好きで止まんない、本当に。いろんな歌歌っちゃってる。人が溢れた交差点。流行ってた。
友達とかみんな歌ってた気がします。皆さん知ってらっしゃるんですね、きっと。いる歌声嬉しい。懐かしい。 MV がもう懐かしいもん。小日向だったら本当に嬉しい。懐かしいね。箱でしたね、これ。山手線じゃないや、渋谷川。えりこさんといつかカラオケでやろうっていう話をしてます。えりこさんと渋谷川デュエットしようって約束してます。涙、懐かしいよね。中学生だった。平手さんのソロ曲です。割れてる鏡を覗くように、私は私のことがよくわからない。大事な何かが欠けてるのは、素直になれない自分のせい。続けました。本当に音楽大好き、歌うの大好きです。歌うの大好き。懐かしいですよね。めっちゃめっちゃ何年前、6、7年前とかかな。こしちゃんの歌は聴きっちゃ嬉しい。ありがとう、満足しました。マスクしながら歌、この歌声は素敵すぎる。嬉しい、ありがとう。歌習ってないです。一度も習ったことないです。入ってきてから
ボイトレはちょくちょくあったりしたんですけど、本格的には習ったことないんですよ。そう、バンドみたいなのをやってたけど、高校生の時、中学生かな、高校生か。でも独学って言えるほどでもないけどみたいな。あー、ちょっと歌ったらお腹いっぱい空いてきちゃったな。レッスン頑張ってきます。日本の宝、嬉しいね。カバーしたいです、たくさん。こんにちは、こんにちは。だごうらやましい、そんなことないよ、ありがとう。めちゃくちゃファンの人からさ、カラオケ配信してほしいって言われてたからね、できてよかった。久しぶりにできてよかった。あの携帯のやつだとめっちゃさ音ずれしちゃうからね、よかった。ここでできることを今日知りました。楽しい時間ありがとう。こちらこそ、お昼の時間にありがとうございます。いっぱい消えてよかった、嬉しい。ちょっとここ30分までしか撮ってないから25分までで切って出ますね、この部屋を。誰か予約してたら困るので。配信音飲みに行けば、え、早くない？今何時？だって3時とかでしょ。そういうもんなんですか？ラジオね、そう、ラジオ出るので、もう一回みかんの顔の歌歌ってみていい？もっと上手く歌いたい、あれ。黒汗よ揺れ太い早子いるむきゅら君だ、ちゃんと返すのせやりよこ、ハワイアピザからダイソーマドゥロチョ、手が溶けらぬ気がめきげさすにだ、ウリアパンギョンソソヨオヌラチンスケゴ。はい、エンディングソングでした。みかんの皮エンディングソング。ありがとうね。歌うまいと歌うんで、そんないつも落ち込みますよ、私も歌いながら。なんでこんなにうまく思ったようにできないんだろうって、いつもひな実は落ち込んでます。感情どうこめ、それはそう。それはそう。音楽ってなんかゴールが見えないし正解もないから楽しいですね。音楽大好き。いつか作詞作曲できるように、できるぐらい頑張ります。やばい、ランキング読んでない。じゃあランキング読みたいと思います。13位、プロジュさん、ありがとうございます。12位、ヨチョンダンナコーニン、カムサムニダ。11位、上谷優さん、ありがとうございます。10位、リコちゃん、ありがとうございます。9位、ピアノマンさん、ありがとうございます。8位、音符さん、ありがとうございます。7位、ウォーターメロンニン、カムサムニダ。6位、ぶっちゃん、ありがとうございます。5位、ティナオンニ、こんばんは。4位、コスモさん、ありがとうございます。3位、あっくんさん、ありがとうございます。2位、ひたゆうさん、ありがとうございます。1位はビビベベさん、ありがとうございましたね。こんな時間になかなかやるなんて珍しいけど、たくさん来てくださって嬉しかったです。レッスン着は半袖派か長袖派、半袖派、絶対に暑いから、もはやノースリーブ。ぜひ皆さんたくさんこれを機に好きになってくれたり仲良くなってくれたら嬉しいです。
ありがとうございました。配信ご飯食べてレッスンに戻りたいと思います。視聴公演と一発からコシちゃんのこと気になってる、嬉しい。ソロ公演いつかね。ショールームこまおう、こまおうよん、かわいい、ありがとう、バイバイ。みんなもこれから、まあ、お仕事に戻る人だったり、お仕事をまだやってる人だったり、学校終わった人もなんかお昼寝とかしてね。ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ、ぴょん。